こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日米合同訓練を頻繁に行っている日米だが、周辺国への抑止効果は絶大だろう。日本のイージス艦といえば、最新鋭護衛艦マヤを私は思い出すのだが、そのマヤの前に、いろいろと迎撃に関するテストを繰り返している。イージスシステムのアップデートが進む中、また迎撃に対する抑止力効果も上げなくてはいけない。まずは、迎撃ミサイルの的中率を上げるための実戦テストは、最も大事になる。周辺国からミサイル発射の可能性が年々強まってきている中、こんな嬉しい話が舞い込んできた。イージス艦に対する信頼がまた上がったのだろう。詳しく見ていこう。北朝鮮が頻繁に打ち上げを行う弾道ミサイルなどの脅威から日本を防衛する兵器のようとなっているのが、日米共同開発の SM-3 迎撃ミサイルのシステムだと言っても過言ではないだろう。一口に SM-3 迎撃ミサイルシステムと言っても、日本が導入するこの兵器には複数の形式が存在しており、古い順からブロック 1A、ブロック 1B、ブロック 2A の3種類が配備される。この中のブロック 1A は、金剛型の4隻のイージス護衛艦に搭載され、最大の射程距離はおよそ 1200km。1隻あたり8発を垂直発射装置に実装。1発約16億円のコストとされている。続くブロック 1B は、前述のブロック 1A に改良を施したタイプで、現在はアタゴ型イージス護衛艦に搭載されているが、いずれは最新型のブロック 2A に置き換えられる見込みだ。最新型のブロック 2A は海上自衛隊の最新鋭のマヤ型イージス護衛艦2隻と、陸上に設置するイージスアショ2機に搭載し、約 2500km の射程距離を持ち、一発約40億円となっている。マヤ型イージス護衛艦が搭載するブロック 2A の数も1隻あたりが約8発と見られており、金剛型のブロック 1A と同じく単価が非常に高額であるが、故に数の少なさは否めない。また、陸上設置型のイージスアショアも発射装置自体には最大で24発のブロック 2A を装填することが可能だが、当面1機あたり4発のみを準備するのみに止まるとされている。このイージスアショアは、北を秋田県、南を山口県の自衛隊の演習場に配置し、距離的には日本全国をカバーする配置となることが公表されている状況にある。しかし、北朝鮮の保有する弾道ミサイルの数がアメリカや韓国が見積もっている約300発が正しいと仮定するならば、これらからの飽和攻撃には心もとないと言えることも事実だろう。それでも2016年9月にはブロック 1B を用いた迎撃訓練を護衛艦アタゴがハワイ沖の海上にて実施し、当初の想定通りに大気圏外での標的の破壊に成功したことは大きく報じられた。これはイージス艦による弾道ミサイル防衛の有効性と有用性を示したものといえ、海上自衛隊のみならず同盟国アメリカの第7艦隊のイージス艦を含めれば、数量的にも増加が期待できそうだ。
また、2018年12月には、ハワイに置かれたアメリカ軍のイージス・アショアが、最新型のブロック 2A を用いた弾道ミサイルの迎撃訓練に成功し、陸上配備型での能力をも証明することとなった。ちなみに、この時のイージス・アショアは自らの持つレーダーではなく、EOR と呼称される日本語で言うところの遠隔光線能力を用いて迎撃を成功させている点も注目すべきだろう。これは、離れた地点に存在するレーダーの情報を用いて、ブロック 2A を管制下において運用できることを意味し、日本においては、日本海側と太平洋側にまたがっての連携運用が期待される。これにより、自らのレーダーでは捕捉しづらい目標に対しても、他地点に展開するレーダーの情報を共有することで迎撃の可能性を向上させることが可能となってくると考えられるからだ。ただし、日本が導入するイージス・アショアは、やはり、その莫大な導入コストに見合うものなのかどうか、という点においては、疑問は、やはり完全には払拭できてはいないとも言える。もともと、イージス・アショア本体1機あたりの費用として約800億円。これが2機で約1600億円と言われていたはずの費用が、今や2機で、2680億円と約 1.7 倍もの金額に高騰してきている。この本体以外にも、設備の維持、管理などの運用にも、別途費用が必要であり、これを考慮した場合、実に当初予定されていた金額のおよそ3倍にも、達すると見られているのだ。アメリカは、ルーマニアやポーランドにも、このイージス・アショアの、配備を進めているが、その運用管理からコストに至るまで、こちらは、すべてアメリカの負担で、展開を行っている。こうした点を鑑みれば、太平洋地域における運用という部分で、日本だけでなくアメリカの、安全保障にも寄与する兵器の導入に際して、もう少し考慮を願いたいと、思わずにはいられない。柔軟な運用という意味においては、それこそ陸上配備のイージス・アショアではなく、護衛艦搭載型のブロック 2A の配備量を増加させる方が、日本には有用性が、高いとも感じられる。マヤ型護衛艦の建造費用が一隻約1680億円であり、このうちの約800億円分イージス関連費用とされているのを考えても、それであれば護衛艦の数を増加させる方が汎用性も高い。さらに今後に向けては弾道ミサイルだけでなく、中国やロシアの巡航ミサイルの射程が延伸されてきている現状からも別の対処方法も考慮する必要にも迫られそうだ。